リアルオーダーヘアオンラインサロン、今日も始めていきたいと思います。今日は実際にモデルさんに立ってもらって露出系の測り方、フラッシュ、ストロボの明るさの調節の仕方をやっていきたいと思います。ではですね、はい、では最初に露出系の紹介からいきたいと思います。これが露出系って言われるものですね。フラッシュ撮影、ストロボ撮影の時はストロボとこの露出系セットで使うようにしてください。フラッシュっていうのは一瞬しか光ってないので、どれぐらいの強さで光ってるのかっていうのが目には見えないんですね。なのでこの露出系のメーターを使って今光っているストロボがどれぐらいの強さ、どれぐらいの明るさで光っているのかを測る必要があります。はい、でこう見てみてください。ここにまずシャッタースピード、前回までに話したシャッタースピード125分の1秒って言ってたので、ここに125って先に入れます。そして ISO 感度、 ISO 感度が今100になってますね。ここの部分125と ISO 感度が100になってます。で今 F のところが数字が出てないんですね。これはストロボが光ると自動で出ます。もう一回やってみますよ。はい、こういうふうにもう一回やってみますね。今 F のところは数字が出ていないんですが、ストロボが光ると、はい、はい、こういうふうに今 9.0 って出ましたね。これは今ストロボが F を 9.0 にするとちょうどいい明るさになってますよっていうことを示している数字なんです。なのでこの状態でカメラを F9 にすればちょうどいい明るさで撮れます。では実際にモデルさんにどれぐらいの光が当たっているのかっていうところを測ってみたいと思います。ストロボの明るさを測る前に基本的なストロボの立て方だけやってみたいと思います。ストロボですね、こうスタンドにつけた状態で、これをモデルさんのだいたい斜め前に置きます。斜め前ですね。そして高さはモデルさんの斜め上ぐらいに、斜め上ぐらいですね、よしから光るように設定します。簡単に言うと45度ぐらい前の角度から45度ぐらい上の高さから当たっているような状態ですね。これがまず一つの基準になりますので、覚えておいてみてください。あとはストロボを使って撮影するときっていうのは部屋の明かりを消すとより綺麗に映ります。これはどういうことかっていうと、部屋の明るさの電球の色とストロボが光っているストロボの色っていうのはちょっとズレがあるんですね。そのズレをなくすために片方の電球の色を消してしまって、ストロボ単品の色だけにすると、後で色がすごく補正をしたり現像したりするときに色がきれいに出やすくなるので、部屋の電気を消して撮影することをお勧めしています。では電気消してみましょう。こういう状態ですね。で今ストロボは斜め前の斜め上から当たっている状態になります。シャッタースピードは125分の1秒 ISO 感度は100になっている状態です。ここで絞りを決めていくんですけど、今日は試しに 5.6 になるように設定してみたいと思います。ってことはこの F のところの数字が 5.6 になればいいってことなんですけども、まずここに丸いセンサーがついてます。これ中にセンサーがあるんだけど、中にセンサーがあるんですが、これをかぶせてこういう状態、この丸いプラスチックのカバーがついている状態にセットして、モデルさんの顔あたり、測りたい場所ですね、測りたい場所に持っていきます。そして露出系の向きですね、向きは撮るカメラの方に向けます。なので今から写真をここから撮るので、ここの丸いセンサーはこれから写真を撮る方向に向けます。で、撮りたい明るさを測りたい場所に持ってきます。この時に顔で明るさを測るんですが、
あんまり顔の前でチラチラさせるとモデルさんに失礼なので、少し下のあたり、顎あたりがおすすめですね。顎あたりにこのセンサーを持ってきます。ここで試しにストロボを光らせてみます。はい、で今ですね、はい、今、11って出ました。カメラの絞りを11にするとちょうどいい明るさで光ってますよっていうことを示している状態なんです。ということは今11の明るさでちょうどよく光ってるけど、今日は 5.6 で撮りたいって最初にイメージを決めたので、この状態だとストロボの強さが強すぎるんですよね。なので今度はストロボの後ろのダイヤルを調節してストロボを弱くします。ギューって絞ってみますね。今ストロボを弱くしたのでもう一度測り直してみます。はい、はい、見てみましょう。今度は 3.6 って出ました。 3.6 って出たっていうことは 3.6 で撮ればちょうどいいけど、カメラが 5.6 になってると写真が暗すぎちゃうってことなんですよね。ストロボが弱すぎるってことなんです。なのでさっきは11、今度は 3.6、これを 5.6 になるまでストロボの後ろのダイヤルを調節するっていうことが必要になってきます。弱くしすぎてしまったのでもうちょっと上げてみます。はい、こんなのかな。じゃあもう一回測ってみます。はい、出ました。はい、これで 5.6 になりました。これでストロボはカメラの絞りを 5.6 にした時にちょうどいい明るさで撮れるようにストロボの明るさが設定できました。でここでシャッタースピードが125分の1、 ISO 感度が100、絞りが 5.6、 そして露出系の明るさも 5.6、 全部の数字が自分の撮りたい思い通りの明るさに設定することができています。これで写真を撮ればちょうどいい明るさで写っているってことなんですね。はい、一回撮ります。はい、お願いします。はい、よしですね。はい、では見てみましょう。これが今ちゃんと測って撮った写真ですね。何度も撮り直すことなくちゃんと測って適正な明るさで撮れれば、こんなに簡単に写真が自分の思った通りの明るさで撮れるっていうことが分かりましたね。今 5.6 にして測って撮りました。で今一応ちょうどよく写真は撮れてはいるんですが、ここからさらに自分の好みを反映させてより可愛い写真にしていきたいと思いますので、やってみたいと思います。今見ている写真は露出系で測って 5.6、 そしてカメラも 5.6 に合わせて撮っている写真ですね。どっちも 5.6 で合わせてあるので失敗していないちょうどいい写真が今撮れてるんですが、せっかくヘアカタログ、モデルさんの撮影で人物が女性ってことですよね。なのでより可愛く撮るために少し写真を明るくして撮ると可愛く見えるんですね。なのでちょうどいい明るさになっていますが、ここから少しストロボを無理やり明るくしてしまいます。今測ったら 5.6 だったのを、例えばこう上げてストロボの強さを8にしてみました。これっていうのはカメラも8にするとちょうどいい明るさで撮れてますよってことなんですが、ストロボの出た目は8だけどカメラの設定は 5.6 のままにしてみます。これはカメラの設定よりもストロボの出た目の方が一段分明るいっていうことなんですね。これでちょっと撮ってみましょう。はい、よし。はい、じゃあ見てみてください。さっきの写真に比べると肌がちょっと少し飛んでいて、全体的な明るさが明るくなっているのが分かると思うんですよね。さっきのがこれ、今のがこれ、こっちはだいぶ明るくなっているんだけども、飛びすぎてないギリギリのところの明るさになっています。こっちは綺麗に撮れてるけど、女性を撮るにはもう少し飛んでいてふわっとしてた方が可愛く見えるかなっていうところですよね。ここからストロボの出た目を無理くり明るくして写真を撮るとこういうふうに全体的な印象がだいぶ変わってくるんですね。実際に撮りたい絞りと測った時にどれぐらい自分の思った
絞りよりも明るく測っておくか、そこの差の部分をどれぐらい強くするかっていうのは皆さんの好みになるんですが、そこの部分を調節することによって簡単に自分のイメージに近づいた写真が撮れるようになりますので、ぜひやってみてください。次回の動画ではストロボの立て方の応用編としてレフ板を使ってみたり、傘を使ってみたり、いろんなパターンの写真を撮ってみたいと思います。それではありがとうございました。